皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル動画をご視聴ありがとうございます。今回は前回に引き続きですね、イラストを描いていこうかと思いますけども、今回は、はい、前回に若干紹介したダイソンの新しい、カリグラフィーマーカーを使って描いていきたいと思います。こちらのカリグラフィーマーカ肌色系がないんで、人物には向かないということでしたけども、今回はあえてそれを逆手にとって人物の絵描いていきたいと思います。というわけで出来上がった絵がこちらです。人物というのは、まあ、自分の自画像なんですけども、一応、まあ、当初は梅津和夫さんの画風を狙って描いたんですけど、まあ、出来上がったものを見たらなんとなく漫画太郎さんの画風にも似てるなっていう感じがしました。こちらのカリグラフィーマーカーなんですけど、まあ、見ての通り片方がこういった筆ペンのようなペン先になっていて、もう片方は普通のマーカーペンみたいにこう四角いチップの硬いペン先になっています。まあ、ペン自体が細身なんで、あまり広い面積を塗るのには向いてないと思います。まあ、広い面積塗っちゃうと、まあ、あっという間にインクがなくなっちゃうと思うんですけどね。というわけで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。